平成28年10月12日、阿蘇市一宮町の一宮小学校と一宮中学校合同の地震避難訓練が行われました。緊急地震速報、すぐに強い揺れの地震が来ます。午前10時1分に教頭先生の机の上に置かれている緊急地震速報システムから地震発生を知らせる緊急放送が学校内に流れると、運動場や校舎内で遊んでいた児童たちはその場に座り、地震の収まるのを待ちました。被害状況を報告してください。また先生たちは校舎内の被害状況を校長先生に報告した後、地震が収まってから児童たちを体育館に避難させました。この地震避難訓練は、一宮小学校と一宮中学校に緊急地震速報システムが導入されたことや、4月に発生した熊本地震で一宮地区では震度6弱の揺れがあり、様々な被害が出たことなどから、小中学校合同の地震避難訓練を行ったものです。体育館に移動した後は、日本防災士会熊本支部の防災士が講評を行い、避難は上手にできたが、身の安全は自分たちで守るようにとアドバイスしていました。避難訓練終了後、小学校4年生から6年生までと中学生を対象に、防災教育が一宮中学校体育館であり、日本防災士会熊本支部の宮下支部長が、4月に発生した熊本地震のスライドを使いながら講話を行いました。